4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのは成田将軍、成田将軍先頭、2番手は成田将軍、ロードワックス先頭、一気にオッカイルソー、ロードワックス、ロードワックス1着、2着にはどうやらオッカイルソー。まずは前哨戦を制しましたロードワックス、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはロードプラチナム、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はビッグバイキング、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はサイチエアデール、ビッグバイキング必死に追いすがります。ビッグバイキング追いすがります。先頭はサイチエアデール、1着でゴール。サイチエアデール1着、2着はビッグバイキング、1番人気に応えました。サイチエアデール見事です。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のマイネルラブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。ノーブルモントレー前に行きそうです。これに続くのが大気シャトル、オートリウェザー、そのうちに続いています。その外に杉の早風、その外から進行フォレスト、その外に大気マーシャル、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として6番ノーブルモントレー、シンデレラコーラル、ほとんど差がありません。マサラッキー3番手、大気シャトルいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はノーブルモントレー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったマサラッキー、大気シャトル先頭、2番手はマサラッキー、追いすがる。やはり大気シャトル先頭だ。大気シャトル先頭、大気シャトル先頭、2番手はマサラッキー、大気シャトル、この馬で決まりか。大気シャトル1着、大気シャトル完勝。大気シャトル1着、2着はマサラッキー、これが絶対王者の実力だ。大気シャトル
ー。